はい今回は虹垣一樹さんの「オックスフォード大学 MBA が教える人生を変える勉強法」という本を読んだので紹介させていただきます。はじめに一章「高校中退のチンペラがオックスフォード大学に入るまで」「中学での挫折とその後の転落」「多彩さを発揮した幼少期とその喪失」 高校での成績はずっと最低辺ぐれて高校中退のお決まり構成。大阪での仕事。生きるのに精一杯などんどこ生活。ようやく見つけた自分の居場所。警察官とあわや衝突か。店の派閥構想に巻き込まれる。人生の定期、天気脱法ドラッグで死にかける。 企業参謀と出会い生まれ変わるついに見つけた新たな目標専門学校でも落ちこぼれスクランブル交差点で土下座、えー、ようやく渡米へアメリカに行って間もなく鬱になる光あふれるカリフォルニアへアメリカで感じたことカリフォルニア大学合格思いがけない試練カリフォルニア大学での知の授業 オックスフォード大学に入るまで。コンサルティング会社での経験。大学院で学び直す。夢のスタートへ。二章。学ぶということはどういうことか。なぜ人は学むのか。時間は平等ではない。だからできないよりもだからできる。学習に終わりはない。学歴は無駄で大学に行くのは意味がないのか。 教育機関としての大学研究機関としての大学リーダー養成機関としての大学3章効率的に学ぶための独学勉強法英語の勉強法スピーキング1思い出す英会話2身近なしから学ぶリスニング3ネイティブの英語は塊で覚え 塊で聞く4、意識して聞くための要点集中。リーディング。5、読解は全体像から詳細へ。ライティング。内容にフォーカスするためのテンプレート化。インプットに役立つ勉強法。学習時間の最大化。学習時間の年数7、細切れのすか隙間時間を積み重ねる。 8、やらないことを決める。情報量の最適化。9、栄養用紙1枚の制限。10、内容、考え、タスクのノートテイク。11、読書の目的化。12、取捨選択のためのモジュール化。定着率の最大化。集中力とモチベーション。13、自らの成長のための過度なストレスの創出。 14、学習を楽しむためのゲーム化、理解、15、内容把握のための抽象から具象へ、16、他人を巻き込んだ理解との確認、17、発言することによる当事者意識、記憶定着、18、基礎の繰り返しによる無意識化、19、長期記憶は反復かける。 周辺情報、ストーリー、人に伝える。4章、戦略的思考によるアウトプットの技術。仮説思考、課題発見と発想。意思疎通、計画、意識振る舞い、誠実さ、終わりに。はい、これで以上になります。よかったらチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。